はい、皆さんこんにちは、リオです。今回はですね、香港の東鉄線のファンリン駅に来てます。はい、この駅からですね、10分ぐらいのところに後楽公園というのがあるので、そこに行こうと思ってます。はい、はい、このファンリンのですね、後楽公園というのは健康の公にですね、楽、楽しいっていう字の、人名漢字っていうんですかね、糸書いて白書いて糸に下書きで、この後楽公園っていうのがあります。あ、なんかこの撮影、ハスの花ですね。なんかハスの花の撮影に来てますね。はい、なんかローカルの、香港の人だと思いますが、いろんなカメラのセットをこう機材があったので、なんか香港のカメラ好きの人にとっちゃですね、この後楽公園っていうのは、今の時期ですかね、このハスの花をこう撮る、写真で撮る、一つの、メッカになってるみたいです。はい、この公園なんかこうこじんまりとしますけど、今がですね、平日の昼下がりなので、ちょっと暑いのでそんなに人はいないんですが、緑がこう綺麗でですね、でこじんまりとしてるので、なんかジョギングしてるおばさんがいますね。はい、ちょっとブラッと来てですね、セミの声とかもこう聞こえるので、ちょっとくつろぎに来るのは楽しいかもしれないですね。はい、あとこのなんかこう緑が鮮やかですね。なんかこの鮮やかな緑、なかなか街中にいるとこういった緑、この葉っぱのこのとか、この木々のですね、緑色っていうのは目にしないので、それを見に来て、でセミの声もですね、なかなかその市内にいると聞く機会ってないので、こういったところでちょっとセミの声を聞きに来ると、今の時期でしょうけど、というのはすごくいいかもわかんないですね。はい、鳥もいますね。なんか鳥のさえずりみたいなのも、これ香港で鳥の声聞くっていうのはちょっと珍しいかなとは思うんですが、はい、で、中庭もこう綺麗に作られてますね。はい、あ、ちょっと登ってみましょうか。湖中庭、湖の中の庭の家っていうことですかね。はい、鮮やかな緑で、ね、蝶々とかもいるんですね。なんかちょっと香港らしからぬ感じですね。はい、なんか何やってる人ですか。バイオリンですね。なんか楽器の演奏、そういった使い方もありますね。ここでしたら、いくらこうね、楽器鳴らそうが文句にしてもいないので、いいですね。写真写したりとか、こういった場所でもう、はい、ちょっと音楽を演奏しに来るというのも、はい、いい過ごし方ですね。あ、なんか演奏が始まりましたね。はい、はい、平日の昼間はちょっと暑いんで、ちょっとみんな敬遠するんでしょうが、これ週末とか、あと朝夕とかはですね、結構人で混み合うような気もします。特にこの写真撮るようなですね、場所も結構あるので、土日とかは、いろんな人が来るんじゃないですかね。特にその写真を撮りたい人にはいいのかもわかんないですね。はい、私も知人から紹介されるまで全くここ知らなかったんですが、案外この、はい、後楽公園ですね、ちょっと穴場かもわかんないです。広さはすごく狭いんですが、で何が、ね、あるってわけでもないけど、この緑の空間の中にちょっとこう体を置いておくだけでも、なんかちょっと安心できるかなと、そんな気がします。あとこの攻めの声ですね、これいいですね。はい、日本の田舎行ったらいくらでも聞けるんですが、なかなかその攻めの声も鳴き声も聞く機会がないので、はい、今度ちょっと自然に帰りたくなったら、攻めの声聞きたくなったら、この、はい、後楽公園ですね、来てみようと思います。はい、ということでですね、今回はすごく緑の鮮やかなですね、
後楽公園からでした。はい。